どうも皆さんこんにちは、着松です。今私は羽田空港第3ターミナルに来ております。いつものね、こちらに来ているわけなんですけども、本日はですね5月の、ね、14日からプライオリティバスが、ね、廃業になった、レストランありますよね。先日の動画を見ていただけましたでしょうか。本日はねこちらを実際に、ね、使っていきたいなと思います。本日はね、フライトを控えておりまして、まあ、フライト自体はね、まあ、夕方なわけなんですけども、まあ、今回のレストランね11時から15時ということで今ね朝の10時半ぐらいなんですけども、実際ね行ってみてどんな感じで利用することができるのか皆さんにねお見せできればなと思います。いやねこの第3ターミナルに来るとね国際線に乗ってどっかね行きたいところなんですけども、まあ、本日はね国内線に乗ってちょっと名古屋の方にね行きたいと思います。ということで、あとね40分ぐらい30分ぐらいかなオープンまでありますんでゆっくりね対象のレストランの方までね行きたいと思います。エアポートガーデンでしたね。ということで行きましょう。ということで案内がねいろんなところに書いてありますけども2階にねありますので京急で来た方はまず2階のね到着ロビーに行きます。では2階到着ロビーに到着しました。まあこちら公式サイトのねあの画面の通りですねちょうどここら辺のね写真が写ってたと思いますけどもここから右の方に行って羽田エアポートガーデンですね。でこんなね看板もありますので非常に分かりやすいですね。で向こうに行って羽田エアポートガーデンに向かいます。でここでおさらいなんですけども結構ね質問が来ておりました。まずね、こちらね出発でも到着でも、利用することができます。当日の航空券と、プライオリティパスであればね、利用することができますので、皆さんねぜひ利用してみてください。でこちらですねビラフォンティーンホテルがねありますのでこちらですね。ではちょっと歩くのかな羽田エアポートガーデン内の、まあ、ホテルっていう感じですかね。これは結構衝撃的だな。買う人いるのかな、まあ、ここも正直ね来るの初めてですね。2023年の1月だったかなここら辺がねできたみたいですよね。こういったお店もねあるんですね。じゃあここを抜けてホテルの方に行きましょう。でこんな感じになっておりましてホテル自体は、ね、4階にあるみたいなんですけども、レストラン自体は、ね、これですね、はい、1階にあるということで、こちらに、ね、行きましょう。では入ってまいりました。ホテルの方曰くホテルを通らなくても1階のレストランに行けるということですのでこちらですかね。ではね、エレベーターに乗ったんですけども、ちょっと書いてないので、ひとまず4階のホテルフロントで聞いてみましょう。4階です。それではですね、こちらに行って、今ね、聞いてまいりました。このね、ビラフロンティーナグランドの手前にあるエスカレーター。これを下がるみたいですね。どこから直接行けるエレベーターがありそうですけどもちょっと分かりづらいですね。こちらでこちらに行ってあこれ右行ったらまた国際線ターミナルに行けるんですね。でさらに1階に降りるみたいですね。あでも書いてある。こっちの方にあるって店員さんは言ってたんですけどあれかな。ありますねオールデイダイニンググランドこちらですね。はい到着いたしました。はい来ましたね。ということであと20分ぐらいありそうなんでここら辺で待ちたいと思います。特にプライオリティパスの表示はないですね。はいということで待ちましょう。おーい。では入ってまいりました。ひとまず先に行っていきましょう。こちらがデザートかな。はいデザートですね。デザートコーナーのお食事お米ですね。で漬物スープ類ですね。味噌汁卵スープにミネストローネチキンカレーあとソフトドリンク。ソフトドリンクは無料です。
で、こちらに食器類とソフトドリンク、さらにあります。グレープ、リンゴ、デトックスウォーター、ウーロン茶ですね。で、こちらにパンあります。で、反対側にこちらはトルティーヤ、あとミックスフライとポークカツレツありますね。あとローストチキン、あ、美味しそう。で、ヤムチャ、あとは白身魚、豚肉と大根のオイスターソース、いや、これも美味しそう。で、ピザポテト風で、ビーフですね。さらにこちらにサラダ類がぎっしりあります。いや、すごいですね。以上ですかね。あ、サラダがまだこっちにあるんですね。どうでしょうか。いや、これはすごいですね。で、こちらにライブキッチンで海鮮丼、チャーシュー丼、あとシーフードのリゾットとかパスタとか、カニのアスパラガスクリームパスタで、アクアパッツァですね、あります。いや、すごいですね。こんな感じで目の前で作っていただきますということなんですね。せっかくなんで海鮮丼行きましょうかね。あ、ありがとうございます。はい。で、こちらにあれですね、日本があります。という感じでしょうか。ソフトクリームもある。そしてお子様はめちゃくちゃ喜びそうなブルーベリーチョコソース、ストロベリーソースとかもありますね。これはいい。はい、こんな形になります。ということで、いただきましょう。ということで、店内はこんな感じです。めちゃくちゃ広い。これだったらある程度の人数はさばけるのではないでしょうか。ですけれども、国内線まで使えてしまうとなると、まあ、いっぱいにはなるかなっていうところですかね。ということで、いただきましょう。それでは、いただいてまいりました。海鮮丼、本当にね、手を見ていただければ分かるとね、非常にコンパクトなちっちゃい海鮮丼なん でいいですね。一口サイズまではいかないですけども、たくさん食べれて良さそうです。それ以外にもね、カニのクリームパスタとかもありましたんでね、これはいいです。で、ちょっと野菜中心でチキンをいただいてまいりました。で、飲み物はコーラです。ということで、いただきましょう。ということで、入室条件に関しましては、いただきますね。プライオリティパス、あとラウンジキー使います。で、ダイナースに関してはちょっとね、まだあんまり把握しきれてないみたいで、一応使えるって言ってました。ですので、ダイナースは使えるかどうかを公式デスク聞いてから使ってください。まあ、プライオリティパスはね、ラウンジレストラン特典が、ね、使えるところであれば、どれでも使うことができますので、セゾンとか MAFG とかね、今回私はアポロプラチナビジネスで使いましたけれども、レストラン特典が使えるプライオリティパスで利用することができます。で、アルコールはね、昨日の動画で言った通りね、有料です。で、またね、入場はね、かなりまだね、店員さん慣れておりませんので、時間かかってる方もいらっしゃいましたので、この点はね、優しく対応してあげましょう。画面をね、結構明るくしてもらうと搭乗券読みやすいみたいなのでね、これも覚えておいていただければなと思います。ということで、コーラ、まず海鮮丼からいっちゃいますか。いただきます。この海鮮丼ね、味付けがもうされていて、わさびをつけて別途ね、いただくという感じですね。で、マグロ、サーモン、卵、イクラ、これはね、めちゃくちゃうまい、これだけ食べてもいいかもしれないひたすらね、はい、これはね、ちょっとね、お酒も欲しくなっちゃいますね。ですけれども、お酒は有料です。あ、そう、混雑状況なんですけども、まだね、今日、昨日対応開始になって今日ということで、並びは3人ですね、はい、あ、4人かな、はい、ぐらいで、一応ね、ここを予約できるんですけども、予約は受け付けてないということですので、どっかでね、予約してこないようにね、公式サイトでも予約できますけども、当日で空いているところにプライオリティパスで入れるみたいな、まあ、そんな感じみたいですので、この点ご注意ください。
ということで、チキンロースト、チキンのローストポ、ローストチキン、ローストチキンいただきます。柔らかくてめちゃくちゃうまいです。ということで、しばらくゆっくりいただきます。それでは早速なって、チャーシュー丼もいただいてきちゃいました。いや、海鮮丼がうますぎてね、もう一回行きたいぐらいですけども、ちょっと同じものをね、皆さんにお見せするわけにもいきますので、こちらいただきます。これ何ソースなの、炊き込みご飯みたいな感じですよね、書いてありましたもんね、確か。いただきます。甘辛のタレがめちゃめちゃ効いてて、これもうまいですね、うん、でも結構油がガツンとくるんでね、そこだけ油っこいの苦手な人はきついかも。どうだろう、結構すごいです。うん、日本のオレンジです。はい、それではお店を出ました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、これが国内線でしかもね、食事が使えるっていうのはやばいですね。これから皆さんぜひ利用してみてください。ちょっと私はね、退店の仕方をミスりまして、なんかね、食事札みたいなのもらうんですけど、それをね、食事中から退出しましたに切り替えて置いて帰ればいいみたいなんですけども、まあ、私はそれをね、わざわざ受付に持ってってしまいました。ということで、こちらね、行き方がね、ちょっと分かりづらかったんで、もう一回ね、行きたいと思うんですけども、こちらね、お店がありまして、まっすぐね、進んでっていただいて、まあ、上にね、飛行機のマークありますんで、まあ、これ通り行けば、まあ、分かりいいと思うんですけども、ここね、さっきもめちゃくちゃ並んでたんです。すごいお店なんですね。天ぷら屋さん、N6。やばいです。10人以上並んでる。あ、こっちなのかな？ちょっとどっちのお店か分からない。花山うどん。はい、で、ぐるっと行ってもらって、こちらにエスカレーターがありますので、この飛行機のマークを目指していくと、第3ターミナルにね、到着するということで、やはりここね、できたばっかりなんで、ピカピカでめちゃくちゃいいですね。うん。私もね、なんだかんだ来るの初めてだったんで、非常にいい経験でした。温泉とかね、あるんですよね。で、これをまっすぐ行くと、羽田空港第3ターミナル、まあ、看板を目印にしていけばっていう感じですね。で、ここに到着するんですね。今そのエレベーターから上がってきたんですけども、行きね、ここを来て、私はね、このホテルに、ね、入ってしまったんですけども、ホテルに入らないで、あそこのエスカレーターを下がって左ですね。で、ぐるっと回っていただければお店があるという感じになります。はい、ということで、私はね、このまま編集作業に向かいたいと思います。はい、ということで第2ターミナルにやってまいりました。はい、ということで今回ですね、羽田空港第3ターミナルに新しくね、プライオリティパスがね、対象になったレストラン、紹介させていただきました。まあ、感想としてはですね、本当に最高ですね。はい、食事がね、国内線の利用でもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、わざわざ第3ターミナルを利用して、このその後ね、国内線利用するみたいなね、そんな形でもね、いいのではないのかなと思います。ちょうどね、今反対側に来ておりますけども、無料シャトルバスもね、ありますので、まあ、第3ターミナルで食事をして、まあ、1階に降りてですね、この無料シャトルバスで第1、第2ターミナルね、来ていただくっていうのも、まあ、非常にね、いいのではないのかなと思いました。ということで、ちょっとね、質問いくつか来ていたわけなんですけども、このね、今回利用させていただいたレストランに関してはレストラン特典というふうになりますので、アメリカンエクスプレスが発行しているプライオリティパスは利用することができません。アメックスゴールド、アメックスプラチナ、そのビジネスカードですね、あとゴールドプリファードとかもね、プライオリティパスついてますけども、これも利用することができません。また ANA アメックスゴールド、 ANA アメックスプレミアム、
ここら辺もね利用することができませんので、このプライオリティパスをね保有されている方は利用することできませんので、この点注意してください。またね、出発でも到着でも利用することができまして、当日の搭乗券とプライオリティパスがあれば利用することができますので、まあ私今日ね夕方の6時のフライトなんですけども、まあ今日ね11時しっかりに行ってもね利用することができましたんで、ひとまず当日の搭乗券とプライオリティパス、これさえあれば利用することができますので、ぜひ皆さんね利用してみていただければなと思います。まあこれからですね、どんどん情報がね広がってかなり混雑すると思うんですけども、まあ食事がね使えてしまうっていう風になりますので、やはりねあの SFC とか JGC とかだとね、あのラウンジに食事はございませんので、これがね賄えてしまうというのは、ね、非常にいいですので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近 LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレガ診断、ポイントサイト診断ね、ここら辺に出しておきますので、こちらからね無料で利用できますので、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。私はこれからカードラウンジに行って編集作業頑張ります。